リプレイ時に特殊フラッシュが発生したら通常 B 滞在が濃厚になるよ。でも特殊フラッシュが出ないからといって通常 B が否定されるわけじゃないんだ。実は特殊フラッシュの抽選状態は2種類あって、状態によって出現率が変化します。示唆なし状態だったら通常 B でも特殊フラッシュは出ないってこと？そういうこと。示唆ありでも出やすいってわけじゃないから、出ないからといって通常 A かもって思う必要はなさそうだね。だね。あと実はこんなお楽しみ要素もあるらしいよ。特殊フラッシュが出たら自ゲームなレバーに力入っちゃうね。うん、キュイーンとならなくても通常 B が濃厚になるから次のボーナスが熱いよね。 50% で飛翔モードだもんね。期待値あるな。ちなみにリプレイ時にフラッシュがない場合はビッグプラス飛翔モードが濃厚だよ。この違和感は絶対に見逃したくないやつ。